日本東京都江東区、江田川江田川は東京都江東区の地名。現行行政地名は江田川1丁目から江田川3丁目。郵便番号は135-0051。江東区の南部に位置し、深川地域に属する。北を、潮見運河、南を、篠の目北運河、西を、豊洲運河に挟まれた埋め立て地にあたる。北は、江東区浜で、南は 塩見である。高層住宅を中心とした住宅地であるが、埋め立て地であった経緯から、倉庫、工場も残る。町内を南北に三つ目通りが貫き、その上を首都高速9号深川線が通る。枝川改修工事が1910年から1923年にかけて行われ、下記の埋め立て地が造成された。このうち埋め立て4号地、 五合地は1914年から増税が始まり、1928年4月に完成し、深川区に編入され、運河が枝状に縦横に走る様から、枝川町の町名が付された。1910年の朝鮮併合以降、大量の朝鮮人が日本へとこうして各地に、集中,中地域が形成されたが、関東では、震災の影響で形成が遅かった。 東京近辺では、バラックなどに住む、日本人貧民と混在して三河島、千住、鶴見潮田、横浜宮川町などに形成されたが、東京オリンピック開催が決まり、外国人にみっともない姿を見られるのは具合が悪いというので、一箇所にまとめて住ませることになり、隣接地域の塩崎町と共に、まだ当時不衛生なゴミの埋め立て地だった当地へ移住させ、 治安上の理由から公民化や創始解明が行われたという。戦後は東洋として都立第二朝鮮人小学校やキリスト教会も建てられた。戦後、北の須崎には大きな遊郭期限の歓楽街が復興しており、売春防止法が制定される頃までは運河を隔てた。この地にも流れ物が入って治安が悪かった。1949年には枝川事件が発生している。 その後、海運業の倉庫が林立し、特に枝川一丁目の南部は周辺への道路が、架橋されず閑散としていたが、東の越中島、塩浜、南の塩見、辰見などへの東京都による公営住宅の建設が進み、1980年には、町内2丁目と三丁目境を南北に、首都高速9号深川線が通され、1988年には、 南東側の豊洲と辰美に有楽町線が通ったことから交通量と周辺の人口が急増し枝川内のコリアンタウンは一部を除き急激に縮小している2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである区立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる枝川への最寄り駅は 東京メトロ有楽町線とゆりかもめの豊洲駅及び、京葉線の潮見駅である。枝川、枝川一丁目、枝川二丁目、枝川三丁目、八京停留所より、都営バスが、越中島通り方面と三つ目通り方面へ運行されている。すべて深川営業所の所管である。ありがとうございます。